回はこちらのポケモンカードのグッズやらパックやらいろいろを収納していきたいと思いまーす。ありすぎー。で、今回収納に使う商品はこちら。よいしょーよいしょ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 。はい、こちら若干画角から切れてますけど、無印良品の引き出し型の収納でございます。イエーイ。結構ね、ポケモンカードを収納するって言ったら無印って有名です。ネットとかで結構調べたらね、収納術とか結構出てますので、まあ、それをねちょっと参考にして、今回はこちらの未開封のパックやらボックスやらデッキやらバラのノーマルとかレアとかのカードやら全て収納できたらなと思います。だいぶ増えてきましたからね。それではね、つべこべ言わず早速収納していきたいなと思います。そういえば挨拶を忘れてました。あなたの心にジャッキー、どうもジャッキーです。収納していきます。はい、前列にやってきたジャッキーです。まずね、収納をね早送りでね皆さんにお届けさせてもらって、収納し終えたやつの中をね紹介していけたらなと思います。それではね、早送りのシーンにレッツ高速ジャッキはい、ということで収納し終えました。イエーイ。結構スピーディーに収納することができて、良かったです。そしてなんかすごい気持ちがいい、こいつと相棒って感じ、めっちゃいいです。そしてね、このキャスターつけとんでね、スーツを移動させるのもいいなと思ってね。ただこのフルプレイマットね、ハーフじゃなくフルのねプレイマットが、まあ、入らんっていうところがちょっと難点ですけど、これどうしよう、これなんかね、まあちょっと検討ですね。それではね、あの一段一段ね紹介していきたいなと思います。はい、それでは一段一段紹介していこうと思います。これがね、あの一段目一番上の収納になるんですけど、ケース引き出し式朝型2個って書いてますね。こういう種類の無印良品の製品となってます。でね、中には、まあ、こんな感じでねデッキが4つ、まあ、最大4つかな入るっていう感じ、デッキケースがね入るっていう感じにしました。まあ、こっちはね1つしか入ってないんですけど、まあ、同じ引き出しが2つ付いとっていう感じの1段目です。はい、そしてこれが2段目です。上から2番目ですね。こちらも同じようにケース引き出し式朝型2個という商品ですね。これはまあさっきと全く同じで、ただ中に入れと思うが、まあ、こういった感じで、これは汎用のね、カードデッキパーツになりうるカードとなっとって、まあ、こっちは普通にノーマルとかねキラとか混ざりの、まあ、ザ・カードという感じの収納にしてみました。はい、そしてこれが3段目です。3段目はね少し先ほどと違って、ケース引き出し式朝型2個とはなってないですね。多分連なっとる種類のものかな、そうやな。でさっきと同じ高さではあるけど、まあこんな感じでね2つつながっとうって感じで、まあちょっと平たいものであったりとかね、幅広のものをまあ浅く入れれるっていう感じですかね。まあ僕はねこういうファイルであったりとか、まあババ抜きとかね、あとダメ缶ケースと、あとプレマですかね、あの紙製のプレマとか、あとこのあの未開封パックをまずちょっとずっと取っときたいなって思ってるパックをちょっとなんかジップロックに入れちゃったりして保存しとうっていう感じですかね。まあここはまあ自由にね、まあ今後変わるとは思います。これが上から3番目の収納でした。はい、次の4段目がこちらです。こちらはさっきとちょっと違って高さがあって、ケース引き出し式負荷型2個
という商品ですね。よいしょ。まあ、これは中はね、まあ、右側の引き出しにはね、未開封のねパックたちを詰めてみました、シャイニートレジャーとか、うん、いろいろね未開封のパックを縦でね入れることができました。ちょっとねこの横に幅ができるっていうのが難点ですけど、まあ縦に入れれるっていうのはちょっとね綺麗かなと思って、よいしょ。そして左側の引き出しは、まあ、このねちょっとピカチュウのねあのデッキケースがこの耳がねはみ出とうということで、ここにしか入らんかったんで、まあ、この光線筒に入れてやって、であとはねこう100均のねスリーブとか、まあお気に入りのねスリーブとかをこう縦にね入れることができてますね。はい、まあ4段目はこんな感じになりました。こうピカチュウがねちょっとこうクリアなケースにしたので、ピカチュウが覗いていたり、こうシャイニートレジャーがねワクワク感を醸し出したりと、ちょっと演出ができていいんじゃないかなっていう感想ですね。これあの色がねいろいろあって、あの白とかあとはグレーだったかな、ライトグレーみたいなねそんな色もあったんですけど、あえてねこうクリアにすることで中が透けてね、あワクワクするなっていう気持ちを出してみました。はい、そしてこれが最終段5段目のケースです。こちらはケース引き出し式深型となっています。これ2個じゃなくね深型で連なっとうタイプですね。でもキャスターね、これはね別売りです。キャスターも取り付けました。一番下キャスターあった方がねこう移動させやすいし、まあ掃除とかするときにねスーッと抜けてシューッとね掃除ができるっていう便利さがあるかなと思ってキャスターにしました。結構ね円滑にくるくる回るし、あの重いものを運ぶっていう点ではすごいいいなと思いましたね。そして、僕が中に入れたのは未開封のボックスやら、あとはあのデッキですね。これ、あ、そう、EX スタートデッキ。これね、ちょっとこのままね、あの初めてする人とかとこうこのままのデッキでしたいなと思ってずっと残しとんですよ。こう未来ドンとか書いてね、なんか良くないですか？このままあったらね、まあいつか崩す時が来るかもしれませんけど、まあそれまではまずっと置いとこうかなと。あとはこうデッキビルドボックスですね、これがね。あとまあクレイバーストとかレイジングサークルとかシャイニートレジャーの未開封のボックス、あとはこの横浜記念デッキ、これはもう開封済みなんですけどね、まあちょっとまた再こう梱包して、まあこの綺麗に置いときたいということでね、箱ごとここに置いておきましょうということです。でこの缶の中にはね、あのお気に入りの、お気に入りというかあの高価なねカードたちを、まあ、眠らしております。この缶ね、これユニバの缶なんですけど、ユニバのお菓子の缶なんですけどね、この中にはちょっと高レアリティのねカードたちをまあ入れているって感じですかね。まあこの中にあの開封済みのねあのピカチュウがおったりとか、まあそういう感じでこの中に入れてます。はい、この色も可愛いですよね。よしよし、よいしょ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 。はい、ということで今回はポケモンカードを無印の収納引き出し、収納ボックスに収納するという動画でした。やっぱ収納するっていうのはすごく気持ちがいいですね。そしてさらにこう愛着が湧くというか、大事に守たるっていう感じになりますね。いや、いいですよ、すごい組み合わせも自由やし、この商品すごくいいなと思いました。まあ、サイズ感がねちょっと合わないっていうところもありますけど、まあ完璧はないですもんね。はい、すごい満足です、大満足。まあ、今後ねカードがどんどん増えていったりしたら、まあ、この横にね同じようにこう作ってやったりとか、まあ、もうちょっと高さいけると思うんでね、高くしてやったりとか、この引き出しの種類変えてやったりとか、もうこいつはもう臨機応変に対応してくれる収納になっていると思いますので、まあ、皆さんもね、こんな感じでポケモンカードを収納してみてくださいっていう推せる商品だったなと思います。今回もジャッキー TV を最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタン、そして
チャンネル登録よろしくお願いします。よし、さらにポケカを集める気分になってきたぞ。よし、行くぞー。シウジャキー。